生時代は孤立してて常に僕一人でした。オスオラホモ新宿二丁目最強のバルクハスルンです。どうも皆さんこんにちは。今回ですね、筋トレとの向き合い方についてお話ししていこうと思います。僕はですね、今年長い長いボディビルシーズンが先週やっと終了しました。山あり奈落ありの今シーズンだったんですけども、最後はね笑顔で終えれて本当に良かったです。まだパワーリフティングの大会がねいくつか残っているんですけども、一段落したっていうことで、ボディビルとパワーリフティングの2つの競技を両立している僕から筋トレ初心者に向けて筋トレとの向き合い方に関してねお話ししていこうかなと思います。まず最初にめっちゃ大事なこと、これは過去の動画でも何回か言っているんですけども、筋トレは義務じゃないから好きにやろうぜっていうことです。皆さんは筋トレを始めたきっかけってのは何なんですかね。モテたいとか痩せているのがコンプレックスだとか、憧れの人に近づきたいとか、まあ理由はねまあいろいろあるかとは思うんですけども、自分が思うように筋トレなんて好きにやればいいんですよ。僕なんか昔はただ筋肉に憧れがあって、でかい男に憧れがあってがむしゃらにやっていただけなんですけども、ここ近年はなんでハガ君はジムに行ってるのって聞かれちゃうとなんか困っちゃうんですよね。特に目標の選手がいるわけでもなく、なんでなんだろうって考えると、ヘビーな重りを上げるのが楽しいからとしか返せないんですけども、全くまとまっていないんですが、僕は周りの意見にとらわれずに自由にやりたいように筋トレを今しています。ボディビルやフィジーク競技だったり他の団体だったり、いろんなカテゴリーがあるんですけども、その競技でプロを目指している人、もしくはすでにプロの人は別として、基本的に筋トレは仕事じゃないんです。趣味なんです。僕は筋トレを生活に組み込んで今ある生活をより豊かにしたいだけなんですよ。難しく聞こえるかもしれないんですけど、皆さんも同じだと思うんです。自分がやりたいようになりたい体を目指して自由にやればいいんですよ。難しく考えちゃダメです。例えば肩とか胸が弱いんだからもっとそこ鍛えた方がいいよとか、そこ鍛えろだとか、筋トレサボるなとか言われても、あーいってこと返しておいて、実際はねもう聞き流しておけばいいです。競技者なら少しはね耳を傾けた方がいいかもしれないんですけども、つまんなくてやっててストレスになるぐらいだったらやらなくてもいいと思っています。俺は好きで自由に筋トレをしているだけなのに、なんで文句言われなきゃいけないの。これくらいのスタンスでいた方が筋トレは楽しく長続きすると思います。よくいるじゃないですか、足を鍛えるのが嫌いで鍛えてなくて足に無関心で、足細い人に対してチキンレッグってねバカにしてる人、確かにその人がね足が細いのは事実だけど、別にいいじゃないですか細くたって。その人は自分の目指している体に向かってトレーニングしてて、その人にとってその鍛え方が正解であって、楽しいんですよ。トレーニングが、足を鍛えないトレーニングがめちゃくちゃ楽しいんですよ。あなたに否定される筋合いはないってことですね。だから言われた方もね聞く必要ないし落ち込む必要もありません。僕を見てくださいよ。弱点が昔からはっきりしてるんですけど、特に肩がちっちゃくてチェリーショルダーってね言われたり、リアも弱いから絶壁リアってブーンみたいな風に呼ばれてるし、胸もね、まあ、他の部位と比べると弱いから減量した時にね絞れましたみたいな写真載っけてると胸だけおじいちゃんみたいってねコメント来て、まあ、ちょっとショックだったけど、でもまあそんなのね気にも留めてません。絶壁でもチェリーでもおじいちゃんでもいいから、僕は足とデッドリフトを強化したいんですよ。二つ目に、筋トレに夢中になりすぎて大切なものを失っていませんかということです。いつもジムにこもっていませんか。話す人といえばジムで一緒になる人だけとかなっていませんか。僕は学生時代筋トレが楽しすぎて毎日大学のトレーニングルームにですね 4,5 時間ありました。休むのが怖くて疲れ切っててもねコーヒーだったりカフェインを飲んでごまかして、雪の日だろうと台風だろうとなんだろうともう毎日行っていました。お酒をね飲思うと、まあ、誰かから言われても筋肉に悪いからって言って断って、飯行こうぜってねたまたま誘われても今日トレーニングがあるからってね断っていました。気づいたら学生時代は孤立してて常に僕一人でした。学校で待ち合わせする友達もいなく、一緒に講義を受ける友達もいなく、飲み友達もプライベートで遊ぶ友達も、一緒に昼休みにね飯を食べる友達も誰もいませんでした。誰とも会話することがなかったわけではないんですけど、同級生からは同い年なのにハガくんとくん付けされていて、ちょっと距離が、いやかなり距離が、あった感じでした。でも僕が幸せだったのは、一匹狼な俺かっこいい
って自分に酔っていたことですね。一人で孤立していたことはもちろん理解はしていたんですけども、あらゆる欲望を断ち切って筋トレに打ち込む俺かっこいいって本気で僕思い込んでいたので、ちっとも寂しくなかったし、むしろ学校生活楽しかったし、なんか充実感すらありました。この動画を見ている筋トレ初心者の方々、皆さん大丈夫でしょうか？昔の僕みたいになっていませんか？僕は勘違いちゃんだったので、むしろ一匹狼のことをむしろ誇っていたんですけど、普通はね、まあ悩むことだと思うので、皆さん注意しましょう。気をつけましょうね。本当に筋トレが楽しくて筋肉中心の生活にしたい方でしたらいいんですけど、別にそこまでしなくてもジムに行かなくても、逆にね、筋トレ休みの日を多くした方が僕は筋肉でかくなると思っているし、いろんな仲間と行動を共にした方が後の人生で、まあ、連絡が取り合えたり、何かあったら助けてくれたり、一緒にね楽しい時間を過ごせると思うんです。僕は今大学時代の人とはほぼ誰とも連絡取っていません。あえて言うなら数少ない筋トレ仲間と大学柔道部時代の同級生2人くらいですかね。4年間も大学に通って高いお金出して、これじゃあ寂しいじゃないですか。筋トレのことを忘れて外に出る時間を増やすこともまあ大事だと思います。多少筋トレ休んでも筋肉はなくなりません。多少ちっちゃくなってもすぐに筋肉ってのは戻ってきます。だからもっと楽観的になった方がいいです。最後にね、とても僕が言えたもんじゃないんですけど、筋トレに夢中になりすぎていると服装に気を使わなくなる人が結構いるんですよね。昔 YouTube がここまでね流行ってなかった頃、筋トレ YouTuber も全然いなかった頃は、本当になんか筋トレ YouTuber が出してるアパレルとかもほぼないんで、毎日ジャージだったりとかなんかスウェットとかそういう人もいたんですけども、最近はまあ筋トレ YouTuber がねの方々がアパレルをバンバン出して、その服を着ている人がめちゃくちゃ増えましたね。ジムにも、まあ、街でもね、まあ、見ることよくあるんですけども、ジャージとか、まあ、スウェットとかだったらまだいいんですけど、タンクトップとかね、なんかピチピチすぎる服、もう足もパツパツ、上もパツパツで、なんかもうボタンが弾け飛んじゃいそうな服とか着てる人いるじゃないですか。なんかうまく表現できないんですけど、なんか見てて痛い服装っていうのはありますよね。筋肉をアピールしたくなるのはもちろんわかるんですけど、バランスは大事ですよね。僕はプライベートでタンクトップとか着てね、外で出歩きたくはないかな。では最後に筋トレとの付き合い方の話のまとめをします。人生を豊かにするための筋トレのはずなのに、筋肉に人生を振り回されている人が多い印象です。休みなし、長時間の筋トレだったり、禁酒、遊びにも行かない、飯も仲間と食べに行かない、今回ね触れなかったんですけど、ステロイドとか、まあ、そういうドラッグにすぐ手を出す人がいたりと、筋肉をつけるごときでこんなに辛い苦行をねしなきゃいけないわけがないんですよ。そんなことがあってはならないと思います。筋肉を取ったら何の取り柄もない人間にはなりたくないものですよね。筋トレって中毒性があるので、筋肉が何よりも大事っていうのであれば構わないんですけど、例えば家庭持ちでお子様がいる場合、家族でお出かけする予定を潰してまで筋トレをする意味なんてあるのでしょうか。一回の筋トレで失われる筋肉よりも失われる信頼ものの方が圧倒的に多いし、まずね、一回筋トレ休んだごときで何も変わりません。友達との遊びを断り続けてジムに行き、友達は離れちゃって結局一人ぼっち。僕はそんな人生絶対に嫌です。僕は筋トレもジムというね空間も大好きでたまらないんですけど、同じくらいプライベートを大事にします。さすがに減量中はね、日程調整だったりある程度の我慢は必要なんですけども、仲間から遊びだったり飲みだったりご飯のねお誘いが来たらなるべく行くし、その時はちゃんとお酒も飲みます。筋トレで人生を豊かにするにはプライベートとのバランスが大事です。筋トレとの付き合い方、向き合い方、ぜひ一回考え直してみてはどうでしょうか。ということで今回の動画はこれで以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録、応援、コメントよろしくお願いします。バイバイ。